ーです。左利きのエレンを書いております。舞台版左利きのエレンを見に行きます。いや今回で最後ですね。最終章。楽しみ。ね。舞台版めっちゃ良かった。うん、まあ、最後のまだ見てないけど、すげえ良かったです。最初のやつめっちゃ良かった。でもストーリーもいいからね。原作がいいからね。うん。じゃあ見てないけどね、うん、ちょっと反応してよ。ごめん聞いてなかった聞いてよ聞いてよだってカメラマンでしょ。今日辻くんはいない。辻くん来ないよ。え、なんでなんでもう見たから。辻くんは見たの。見に行った。小林さんと行った、うん、マネージャー来ないんだ。いや、ちょっとマネージャーに苦言を呈してるじゃないですかだってこれカメラマン辻くんの仕事でしょ。ああ、それちょっと油断して、もう腕がプルプルしていったもんだって。このなんだっけ、読み方忘れちゃった。六甲会じゃなくて立候会みたいな。おい、え、私私に言ってんの2人で見に来ましたっていう Vlog を撮ろうと思いき今に至ります。取り合ってなんで取り合ってんのよあ、わかった。じゃあさ、今日のさコーディネート撮ろうよ、いいよ。じゃあそっとかに立って。はい、すごい立派だよね。立候会ですね、名前。はい、伊沢さんです。おー、伊沢さんです。お世話になってます。はい、サイン入りのポスターもらいました。はい、あ、じゃあチケットの方。はい、チケットの方。はい、終電後お席にお迎えに。あ、もちろん、はい、お願いします。2回目もここだって。あ、そっか。推しは、推し誰、推しやっぱ推しでしょ。本当に沿ったからね。へえ、すごい。ではですね、これを客席をですね、6分割にさせていただきまして、こちらお客様にとって右手の前の方から順番に行かせていただきますので、その時にこちらの方準備の方をお願いいたします。そしたら僕らの方も、はい、なったらいいでポーズを取ることで、あ、なるほど、いいね。6分割なので、まずこちらのブロック行かせていただきます。こちら、はい、皆さん準備ですか。もう取ってるね。これいけるかな。行きます。はい、はい、なったらいい。すごい、ありがとうございます。いいですか。はい、じゃあお願いします。はい、だったらいいですね。はい、神谷。ナタリーじゃねえ。アンナ。アンナ。はい、アンナ。またアンナ。はい、大ちゃん。腰で。腰で。役目から誰なんで。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと最後まで、あの、素晴らしかったです。あと1回ですね。はい、あの、残りは少ないですよ。残りは少ないですよ。全然、はい。この状態でちょっと恥ずかしいですけど、あの、もう1回上がっておきますか。あ、大丈夫です。あの、あ、今日僕のあの、
最近出した本を皆さん多分人数分持ってきたんで、ありがとうございます。楽しんでいただきました。あ、もう最高でした。最後は原作と違って、神谷さんと光一の今までこの3部作、やっぱ神谷さんと光一の話っていうのがすごい、舞台版は多かった気がして、それがすごい嬉しかったです。あ、了解。最後みっちゃんもだから神谷チームが原作より救われて救われて、いや本当に嬉しかったです。 あ、こうなったんだと思って。あと佐久間がすごい怖かったです。あ、仲間行っちゃってる。いや、すごいなんか結構細身、写真見た時細身だったんで、はいはい、結構スマートな佐久間だなと思ってたんですけど、はい、でもすげえ圧があって怖かった。ありがとうございました。じゃあ本当にお疲れ様でした。最後ラスト1回感想してください。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございました。お邪魔しました。ありがとうございます。たぶん俺らが行かないと多分なんかじゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました。新作を全部皆さん見ていただこう。芸能界の話なんで、多分そうですよね。伊沢さんはちょっと、はい、大好きな大好きな嫌な思い出がこう、芸能界嫌なとこ大好きなんで、バンバン言ってやろうと思ってる。楽しみ、ガーシー的な。ちょっとそういう話も取材も兼ねてまた見ていきましょう。ぜひぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、続いてよろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。とりあえず、何よりお体の気をつけて。あ、そうですね。最高でした。最高だった。